ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。はい、今日はですね、2021年の2月の13日の土曜日です。多摩川をね、ずっとサイクリングしていて、さっきまでね、小田急線の、鉄橋のところにいたんですね。で、またその隣が、東急田園都市線なんで、隣までね、走ってきたわけですね。で、来るときにね、結構登戸から突然、多摩川沿いの道がなくなっちゃうんですよ。で、なんか、住宅街みたいなところを少し走って、で、また多摩川沿いに、多摩川沿いにね、戻ってきて走って、それで、また進むと、また二子玉川のあたりになると、また道がなくなるんですよ。で、玉電のね、跡地のあたりを通って、で、玉川高島屋のね、裏側から、来ると、また玉川に戻ってこれるっていうルートで来てます。二子玉川駅が画面の右側にあります。で、玉川をね、越えた奥の方が、二子新地駅とか、画面に見えてますけどね、二子新地駅とか、あと高津駅、溝の口駅っていう風になってます。で、高津駅といえばね、昔東急の、電車とバスの博物館っていうのがあって、よくね、行ってましたね。あと、二子玉川駅はね、玉川高島屋っていうのがあって、そこに行くとね、結構高級なフルーツが売ってたりします。1個、なんだ、1粒500円のマスカットみたいな 誰が食べるんだろうみたいなやつが 売ってたりします。はい。で、東急といえばね、昔東急沿線に住んでたんでね、小学校の時はよく東急のスタンプラリーっていうのをね、やってましたね。で、メダルがもらえたりとかね、あと文鎮もらったりとかしてましたね。はい。そんなね、懐かしい電車なんですね。大井町線はね、昔は二子玉川の駅で止まってたような気がするんですけどね。途中で溝の口まで延伸したっぽいですよね。で、大井町線はね、昔は結構なんか支線みたいな感じだったんですけどね。で、ちょっと調べたところ、どうやらですね、これ昔、大井町線を、田園都市線って呼んでたらしいですね。で、昔はなんか、その大井町線が、田園都市線に乗り入れて、なんか長津田まで直通してたらしいですね。今もやってんのかな？どうなんでしょうね。でね、大井町線といえばね、あれなんですよ。等々力緑地とか、公園のところをね、走ったりするんで、私、電車では来てない、等々力緑地には行ってないですけど、なんか車で等々力緑地にね、おじいちゃんと行って、なんか鳩に餌あげてたりとか、で、鳩になんかカールの、カールおじさんのカールのお菓子をあげたりとかしてましたね。かなり昔ですけどね。で、もうね、昔はね、東急東横線の方がね、高級路線だったんですよ。だけど、なんか最近、東急田園都市線のね、方が、沿線が開発されて、すごい綺麗になっちゃってね、東急田園都市線の方が高級路線に変わっちゃってるような気がしますね。で、なんか田園調布から、青葉台とかね、多摩プラザとか、鷺沼とかね、あの辺がなんか高級住宅街に変わってるっぽいですね。やっぱり、便利な方がね、高級住宅街になりやすいんですかね。あんまり変なこと言うと困るんで、大井町線もね、田園都市線も、東急東横線並みに存在感を増したって言った方がいいかもしれないですね。はい。かなりね、結構住宅街、東急の沿線ってもうどこでもなんか高級住宅街ばっかりですよね。なんか結構住みやすそうな街ばっかりですね。でも、友達の家が確か菊名にあって、菊名は突然駅降りたらなんか坂でびっくりしましたけど 坂って言っても山みたいな感じですけどね。はい。
双子玉川駅のね、後ろ側もね、少し丘みたいになってて、で、それも国分寺街線っていうものなんだそうですね。で、まあ、国分寺駅の国分寺からずっと多摩川沿いに、まあ、崖みたいになっているんですね。崖っていうか、まあ、丘みたいな感じね。それがずっと続いてるみたいですね、この辺までね。なんで少し小高い感じがするんですね。で、あとはね、大井町線って結構まあ、おしゃれな街をかなり進むんですよ。で、確かどこかはみ出し停車をしてた駅があったような気がするな。まあ、今度ね、行ってみたいと思いますね。はみ出し停車っていうのは車両、駅の長さよりも電車の長さの方が長くて、確か後ろの方がドア開かないっていうような、走らせ方をしてるやつですね。はい。ということでね、結構ね、天気が良かったんですね。で、撮影してたらね、太陽が逆光でホワイトバランスがちょっと黄色くなっちゃいましたね。結構こんな感じでね、綺麗な青空でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。